こんにちは、アフリカニュースの時間です。今日も3つお伝えしたいと思います。3つに入る前に、まずサッカーの話をしようかと思います。ずっとお伝えしてきたので終わったのは先週か先々週なんですけど、決勝戦があって、北のアルジェリアと西のセネガルが対戦して、アルジェリアが優勝しました。1対0でしたね。でセネガルは負けて、私はセネガル推しだったのでちょっと残念でしたけど、優勝が決まりましたという話で、その決まってからセネガル人に2人ぐらい会ったんですけど、なんかね2人ともね We lost って、ね、言ってね、2位だからいいんじゃないって思ったけど、やっぱ悔しいみたいでしたね。はい、そんなこんなでサッカーは盛り上がったのかな、で終わりました。今日のお話ですけど、1つ目がアフリカ版のアマゾンって言われているジュミアっていう会社、オンラインショッピングの会社があるんですけど、そこの話題で、そこはもともと注目を集めている会社で、今年にニューヨークの証券取引所に IP を上場してお金を集めてたり、注目を集めているところなんですけど、アフリカでそのオンラインショッピングするってやだまだ難しい部分があって、住所っていうのがあんまりないらしいんですね。なのでその、注文はするけど、最後その注文した人に物を届けるまでをどうやって届けるかっていう問題があったんですけど、一つ解決方法が出てきまして、地元にあるガスステーションと提携して、そのガスステーションに荷物を届けてそこに取りに来てもらうと。で支払いもそのガスステーションでいっぺんにできるみたいで、それはものすごい、便利ね。そのクレジットカードがない人とかも多分いるので、そういう人にとっては受け取りもできて支払いもできるってすごいんじゃないかなというふうに思ってますね。それはなんか素晴らしいって思ったんですけど、でもツイッターとか見てたらなんかそうアフリカの国の人がそんなん昔からやってたよみたいな書いてる人もいたり、アマゾンの方がいいよっていう人もいたり、いろんな人っていうかね、そんな感じの話があって、多分どんどんいろんな問題がね解決していろんなことができるんじゃないかなっていうふうに思います。それが一つ目でした。とで二つ目の話がナイジェリアの議会、地方の議会、議員さんたちが会議をするところにヘビが出ましたっていうニュースだったんですけど、わざわざニュースになるってことは、それなりに重要なのかなって思うんですけど、ヘビが出たよと。で、その建物があんまりメンテナンスされてなくて古いから入ってきちゃって、その議員さんたちはもうここで戻ってきたくないって言っててそうでしばらくも議会もお休みになるっていうニュースでしたと。でヘビ前もどっかの国でヘビが出たっていうニュースが出てて、ヘビかって思ったんですけどそうで他のちょっと前の記事だと、なんかヘビお金がなくなったのをヘビのせいにしたみたいな話があってその死と不明金みたいなやつがこう謎のヘビが持ってったみたいなそういう、こう言い訳に使われる時もあったりするみたいで、そうなんかヘビがねどういう位置づけなのかなと思って、で南アフリカに行ったことがある日本の人が教えてくれた情報だと、アフリカの人本当にヘビが嫌いっていう話があって、でその防犯のためにあえてヘビを飼ってる人もいたっていう、そのセキュリティ云々よりヘビがいると泥棒が入らないっていう、そうだから本当に嫌いなのかなって。そうなんか実際噛まれて死んじゃう人もやっぱりいるみたいなんで、そこは分かるけどね。でも蚊とかだってね死んじゃうは死んじゃうから、そのなんかヘビが非常にフォーカスされて怖がられてるのがなんか面白いなっていうふうに思ったりしました。そんな話がありました。で3つ目の話が、イギリス
の話なんですけど、イギリスで首相がメイさんからボリス・ジョンソンさんに代わって新しい内閣を作ってます。でその内閣に1人ナイジェリア人が入閣しましたということで、まあ、ナイジェリアも喜んでますっていう話です。でその人はイギリスで生まれた人で、アメリカとかナイジェリアで育ってっていう人で、女の人なんですけど、うん、ちょっとね、あともで、ナイジェリアのブハリ大統領も喜んでて、で、ね、なんかこの祝辞っていうかお祝いの言葉をメッセージを出してたんですけど、それが面白かったのが、この勤勉さと誠実さがあれば、ナイジェリア人は世界のどこででもそのフィールドで活躍できるっていうことが証明されたねっていう感じで言ってて、そのナイジェリアでも勤勉さと誠実さはこう大事なことなんだなっていうのはなんか日本人がそういうの言うなら別にふーんって思うんですけど、あ、やっぱみんなそういう一緒なのかなとか思ったりね、しました。うん、面白いなっていう。でそう、あと思ったのはその、ね、なんとか人でも日本人も海外に住んでる日本人がこう活躍したら喜んだりしますけど、その何々人って結構もう難しい気もしてて、でいろんな、ね、ミックスがあったり、生まれた場所が違ったり育った場所が違ったりして、でお店で会う人でも本当にお母さんは何人だけどお父さんが何人で、生まれたのはここの国で、でも育ったのはここの国とここの国とここの国で、で今国籍はここみたいな人が結構いて、でそういう時ってなんかこっちは軽く、どこの人ですかって聞いちゃうんだけど、その人はなんかもうヒストリーを語らないといけなくなっちゃうから、なんかあんまり聞かない方がいい。でも面白いですね。そう、聞くのはね面白いけど、で語る人もなんか何どこの人って聞かれたらうーんって結構なんか、うん、うーんってなってこう話が始まって、まあ、聞けるのは面白いけど、なんかそのほぼ大体そういうの聞くのって初対面で、かつ旅行者とかだと二度と会わないかもしれなくてその人はね、ただの店員にわざわざ話してもらうのもなんか申し訳ない気もして。でもめちゃくちゃその説明に慣れてて、もうそうね、毎回一連のストーリーとして言ってるかもしれない、ね、そうだ、その辺が、うん、面白いなっていうのと、多分ね今後そういうのが増える、ね、かなと思ってて、その何人っていうアイデンティティとかってなんか消えるのか、なんかどうなっていくんだろうなっていうのが、結構興味があるところで、面白いなと思ってるんですけど、そしてあとそのイギリスの国会というか、その首相が変わった話ですけど、まあ、イギリスの話だけどやっぱりアフリカにも影響っていうのはあって、で今そのジョンソンさんは秋に、ね、EU 離脱するっていう方向でなってるけど、まあ、EU 離脱すると今度アフリカの貿易に関係してきて、アフリカの貿易の輸出先の多くってヨーロッパが多くて、でそれが今 EU に対してだったんだけど、イギリスが抜けちゃうとイギリスと個別にやらないといけなくなって、あ、そういう影響があるんだねっていうとこと、あとボリス・ジョンソンさんはトランプさんと一緒で、ね、口が悪い人でアフリカに対しても結構ね、なんか言ってたんで、ちょっと今後ねどうなるのかなっていうところはありますね。まあ、そんな、まあ、世界はやっぱりつながって影響しているなっていうのは思います。はい、そんなところで、はい、じゃあ以上でございます。はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。